い、皆さん、ボンソレ TV のマネリです。こんにちは、皆さん元気でしょうか。今日はですね、実際お母さんがもうすぐ日本に来るにあたって皆さんに報告や、まあ、本当に変更があったところを発表したいと思います。いつも動画をご覧いただきありがとうございます、ね、お母さんは日本に来るっていうのはもうお母さんの夢だったんですよ。で、実際ね、今回はお母さんの夢を叶えるのはもう本当に皆さんはいつも私たちの動画を応援してくださって、いつも私たちの動画をいろんなところでシェアしてくださることで、今回もお母さんの夢を実現することができましたので、心から本当に感謝いたします。ありがとうございます。で、この動画の本題に入る前に一つだけ報告させていただきたいんですけれども、まあ、今後はですね、このチャンネルボンサール TV はお母さんと同じように日本に行くのが夢なフランス人外国の方にあたって、その方の夢を応援できるようになるチャンネルになりたいと思っておりますので、今は実はね、すごい大型プロジェクトを作成している土地なんですよ。ちょっとね、詳しい情報はまだ発表はできないんですけれども、ぜひお楽しみください。もう本当にワクワクするプロジェクトになりますので。で、お母さんはですね、実はね、日本に来るにあたって、まあ、何点かの変更があったり、あとはね、ちょっと心配していることもありますので、今日皆さんにこれについて話したいと思いました。いくつかね、お母さんの日本の、まあ、来日についての心配なことがあります。一つ目としてはですね、まあ、実際ね、お母さんが今50代になっていて、海外旅行も多分イギリス以外行ったことはないんですよ。全然。もうフランスから出たことはないんですね。ずっと自分の習慣があって、食べ物の習慣とか朝ごはんはこういう風に食べるとか、もう本当に習慣が心の中に刻んでいる状態なの で、お母さんはね、初めて今回はアジアに来ることになるので、まあ、食文化に慣れるかはちょっと心配なところがあります。やっぱりね、まだ若い頃だと馴染みやすいと思うんですけれども、50代になってずっと同じ国に住んでいるのだと、まあ、本当に急に体の変化とかがちょっと心配な点があるんですね。時差ももちろんありますし、食文化も違う、あとは周りの言語はまあまあ多分理解ができない状況になりますので、皆さんに相談したいところがあるんですよ。時差をあんまり感じないため、あと、まあ、本当に日本に着いたらあんまり疲れないため、どういう食べ物とかどういう習慣があれば、まあ、お母さんが本当にもう来日しても元気になれるのか教えてほしいです。あとは、まあ、お母さんの旅行にあたっての心配な2点目なんですけれども、もしかして皆さんはテレビのニュースとかでは見た可能性があるんですけれども、一応今はですね、フランスはすごい、もう本当にすごいストライキの途中なんです。一応フランスはいつもストライキするんですけど、今回のストライキはもう本当に特別にやばい状況なんですね。で、なんでフランス人は今ストライキをやっているかっていうと、まあ、フランスは今退職の年齢を引き上げしている状況なんですね。で、それにあたってもう反対している方が山ほどいるわけですよ。まあ、何回も何回もね、マクロン大統領にお話ししても、結局、まあ、どうしても引き上げしたいという状況になっているんですね。結局いろんな会社の方とか公務員などが今ストライキやってて、フランスはもう結構ね、今停止状態になってるんですよ。で、お母さんの旅行にあたって、まあ、どういう関係があるかっていうと、まあ、いくつかの関係があるんですけど、まずはね、今フランスのストライキの中で高速道路を通行止めさせようとしている会社とか方がいるわけですよ。なので映像とかを見ると、もう高速道路の真ん中に燃やして、それで通行止めさせて、車が通れない状況になってるんですね。もう一つの理由としては、実はね、私の実家からパリの空港までは、車で4時間半ぐらいは一応かかるんですけれども、お父さんがお母さんを車で送ることになるんですよ。理由は、お母さんは初めて海外旅行に行くので、空港はあんまり一人ではちょっと不安ですし、万が一何かあったら、まあ、お父さんが近くにいるので安心というところなんですね。ただし、今フランスのストライキの問題で燃料がない、
燃料がない。一応フランスのストライキの中で燃料が今停止になっていて、燃料を作っている工場や燃料を運んでくれるトラックの運転手さんなどはみんなが今ストライキやってて仕事はしていないので、燃料が全然ガソリンスタンドには届かないですね。なのでもうほとんどの全国のガソリンスタンドがもう停止状態で、ガソリンがもう売り切れてる。それがなぜ問題になってるかというと、まあ、実際お父さんがもちろん車で行くので、お父さんの車は往復の燃料がなければお母さんを送ることができないわけですよ。で、ガソリンがなければじゃあもう電車で行けばいいという話になると思うんですけれども、ここでまた新しい問題が出てくるんですけど、フランスの公務員も今ストライキの途中なので、実は電車の運転士さんとか電車の業界に関わる人たちも仕事はやってません、ストライキ中ってことで、急に自分の電車がキャンセルされたり、もう当日キャンセルがありますし、 前の日にもキャンセルだったり、もう車で行けるかもわからないし電車で行けるかもわからないし、結構ね今運に任せるしかない状況なんですね。で、これを聞いたら皆さんはなぜ今回はねエアフランスをお母さんに使わせないっていう理由は多分分かったと思うんですけれども、まあエアフランスも結局フランスの飛行機の会社になっているので、結局ストライキの関係で急に飛行機がキャンセルされたり、あと直行便がキャンセルされて乗り換えをさせたりされる。で、結局私の知り合いの中でね、あの直行便のパリ東京のエアフランスの飛行機に乗ろうとしたらね、当日空港に着いたらキャンセルされてしまって、その人がパリフィンランド、フィンランドシンガポール、シンガポール東京の複雑な乗り換えで24時間の、 飛行機になったんですよ。お母さんにそれをさせるわけにはいかなくて、お母さんはもう初めての海外旅行でなおさら初めてこんなに長い飛行機に乗るから、急に乗り換えさせたりとかはできないので、まあ、今回は一番も信用ができる日本の空港会社を選ぶことがしました。日本人から見たらね、なぜフランス人がストライキをするとき全部を停止させるかって多分思っちゃうかもしれないんですけれども、まあフランスのストライキの基本はそれなんですよ。フランスのストライキの基本は別に利用者を考えずに、もう自分がストライキをやりたかったら他の利用者に迷惑をかけたとしてもとにかくやるというイメージなんですね。で、なぜフランス人はストライキをするときそういうやり方でやっているかっていうと、電車が止まれば仕事に行けないんじゃないですか。仕事に行けなかったら会社が回らない、会社が回らないということは結局国の経済も回らない。一番大統領がこれで、まあ、迷惑になるんじゃないですか。今回のストライキは結局ガソリンとか電車とか飛行機を全部停止させることでフランスの経済がもう全然回らなくなってしまうので、まあ大統領、マクロン大統領がその退職の年齢についてもうちょっと考えてほしいという状況を作るためです。もしフランスの経済に何も被害がなければ多分もう大統領がそこまで考えないことになるので、まあ今回は本当にもう経済を止まらせてちゃんとマクロンさんに考えさせたい状況になっております。なのでもう本当にお母さんが日本に来ると思うんですけれども、早くストライキが止まればいいなと思いますね。とかテレビとかの映像を見て、あと私の家族から、まあ、言われている状況を聞いたら、もうフランスは今まさに1700年のフランスの革命を改めて再現しようと思ってるんじゃないかなって思うぐらいですね。本当に結構やばい状況なんですよ。今回はお母さんに日本の空港会社を、まあ、使ってもらうことになるんですけれども、ANA と JAL の中で JAL を選んだ理由は、お母さんは関節の病気があって関節がすごく傷んでしまう状況なので、JAL の席の方が広いということを聞きました。なので広い席だと、まあ、本当にゆったりができるかなと思ってそっちにしましたね。で、お母さんは日本に来るにあたって皆さんは多分忘れたかもしれないんですけれどもね、実はね4月上旬は私のお兄ちゃんのフランスの高校の生徒さんが初めて日本に来ることになっておりますので、それも動画にする予定です。ぜひそれもお楽しみください。で、この動画の中でですね、結構コメント欄を見た時ね、もう山ほど、びっくりするほど皆さんから支援をいただくことになってて、もう本当に心から感謝いたしてます。
で、皆さんの支援のおかげですね、今回はその学校の先生とお話しして、そのお金は生徒のサプライズ企画のために使う予定になっております。ちょっとね、日本の文化を生徒さんにも振ってほしいということで先生と話ししたら、まあ、すごい面白いサプライズを予定しておりますので、ぜひお楽しみください。で、お母さんの旅行の変更にあたってなんですけれども、お母さんの旅行はもともとね、5月下旬のゴールデンウィークの後にする予定だったんですけれども、コメント欄を見た時ね、すごい心配のコメントをたくさんいただきました。皆さん一番心配してたのは、今年の桜の満開が結構早めになってしまったので、お母さんは5月上旬だと北海道の桜も見れない可能性がありますよというコメントをたくさんいただきました。で、今回はね、それにあたって、皆さんのコメントを読んで思ったのは、5月上旬じゃなくて4月下旬にしようと思いました。で、今回は4月下旬に日本に来る予定になっておりますので、ぜひお楽しみください。本当にもうおすすめ期間とかを教えていただきありがとうございます。何かおすすめあればぜひコメントで教えてください。たくさんお待ちしております。はい、ではこの動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひまだチャンネル登録されてなければチャンネル登録してお楽しみください。では次の動画へお会いしましょう。バイバイ。